ございます。金田中右衛門さなる大店でございます。今日はアンティーク名古屋を5本ご紹介したいと思います。アンティークね、よく入ってくるんですよ、このお店ね。アンティーク好きな方はちょっと一度覗きにいらっしゃるといいかな。タイミングがあるのでね、リサイクル店ってそういうものなので、ある時ない時あるんですけれども、今回はちょっとね、アンティークの名古屋帯が入りましたのでご案内させていただきますね。お近くの方だったら実物ご覧になれると思いますので、煙鉄バスさんをご利用していただいて、煙鉄ストアさん、サナル大店というところの停留所降りていただいて、歩いて1分でこちらのお店に着きます。駐車場も1台ございますね。本当に狭いんで、大きい車の方はちょっと大変だと思うんですけど、駐車場1台ございます。あとはオンラインショップっていうところで、こういうものではないんですけれども、似たようなものもご覧になれますので、オンラインショップの QR コードとか URL から入っていただくと、またそれもまた楽しいものがご覧になれます。ではまず1点目いきます。アンティークの名古屋、黒と赤と金色で模様が入っております。5474-20255、消費税込み1100円です。安い。ただアンティークですのでね、アンティークだなって思いながら見てくださいね。全くまっさらさらのものではないのでね、アンティークで経年しております。ただ比較的状態のいいものをお出ししております。これがね、長さがアンティークならでは3m30です。短いです。幅も28センチです。最近の帯は幅29.5から30センチぐらいが多いんですけれども、アンティークってね、こういうもんですね。全体的にちょっと小ぶりですね。こういうのがまず第1点目です。第2点目です。ベージュ色ですね。5474-18724、550円でございます。550円の理由は、やっぱりちょっと汚れがあるよっていうとこなので、そこら辺がお安い理由ですね。3m30で、幅が30センチです。こういうのはね、額に入れて飾ってしまっても、それはそれで楽しいと思いますのでね。でベージュ系って意外とありそうでないです。アンティークの帯ってピンク系とか、黒とかっていうのが割と比較的多いかなっていう印象はあるんですけど、ベージュ系ちょっと珍しかったのでご案内させていただきます。ただちょっと汚れはございます。はい、こちらが茶系です。茶系と言ってもちょっと栗色系、マロンの感じ、栗のちょっとなんていうの、渋皮がついてるような感じ、ああいうような色合いですね。5474-19453、もともと消費税込み4378円のものが1100円にお値下がりしております。長さが 3m33 で、幅が 29.5cm でございました。もうアンティークはみんなこれぐらいの長さですね。長いものがあったら途中で何かこう中継ぎして、ご自分で工夫なさっておしめになった方がたまにね、胴のところにいらなくなった半幅帯とかがもしあったら、どっちみち胴のところに、2周巻くのでね、全く見えないところにそういうのを挟み込んで長さを稼いでお使いになるっていう、そういう方も結構いらっしゃいます。こういうものですね。ただね、帯ってね、難しいんですよ、針を通すのが。それこそ昔で、今知らないかな皆さん、畳屋さん行くとね、すごい大きい太い針でガーってやって、ものすごいこうやって縫ってんのを見たことあるんですけど、本当にね、帯にね、針を通すのってとても難しいです。こちらですね、こちらの方が主形になります。アンティークの種って強烈じゃなくて、ちょっと優しい感じの種色になりますね。5474-19456で、消費税込みが3278円だったものが1650円でございます。長さが 3m24 で、幅が30センチございます。可愛いですね、とってもね。こういうのもね、なんかこう気持ちが明るくなっていいですね。こういうのがございます。はい、これが最後になります。黒と赤と黄色と白で模様がなされてますね。5474-20281、2200円でございます。長さが 3m38 で、幅が29センチですね。とってもね、本当に黒い帯でちょっと可愛らしいっていうのもね、面白いかなと思っております。
これはね、この方すごくお好きでお使いになったんだろうなって思うのが、あの胴に巻く部分なんですけれども、見えにくいかもしれないんですが、こういうところ少し変色してるんですね。たくさんたくさん使ったんだなっていうのが、本当にこの帯好きだったんだなっていうのがよくわかりますね。で、この帯は本当に大活躍したと思います。なんかね、すごくいい感じなんですよ。華やいだ雰囲気があって、ただこういうところにやはりアンティークなりに使った感じはありますよ。そういう感じですね。今日はこんな感じで、5本ですね、アンティーク5本ご案内できるのちょっと珍しいんですけれども、名古屋帯ございましたのでお案内させていただきました。ありがとうございました。